ちょっと俺ガソリン入れてくるわ。うん。バイクの。これ何？コン、コン。なんて書いてんの？アンロ、アンロッキング。何？なんかな、家の前に首が立ってんの。え、うせや。うん。え、人間の顔の？そう。どうやって誰が立てた？え、分からん。旗の範囲内からスクワットの誰かしか立てへん。じゃあサックさんかな。ほんで横に看板あってなんとかロッキング。ほら、しゅんちゃん帰ってきたら呼んで。オッケー。やばいよ。なんなんこれ。なんて書いてる？見るやろ。コンメモレートアンロッキングって書いてる。意味は？記念っていうこと。どういうこと？ここで死んだからやろ。誰が？サクさん。自分が死んだ記念をここに建てたの？ここで死んだから。そんなことするだって、桃の家の前で。桃の家の前で死んだよ。いや、そうやけど、うん、そんなことする人の家の前のサクさん。するやろ。だってサクさんしかできへん。そうやな。これはおもろい。これだから自分やと。サクさん。驚かそうと思ってやったの。聞こえる？うん。何してるの？聞いてんの。何を？え、いや、サクさんかな。いや、わからんやん。もしサクさんじゃなかったら誰ない。いや、サクさんやって。変わらんけど。開けれへん、ここ。どういうこと開けれへんって。ほら、減ってるやろ、一個に。あら？でもあれやわ。ここ一個強力なやつつけとったな俺。いや、なくなってるやろ。二個ついとったもん。誰か鍵も6ピクシル来てる。そう、全部埋まっとったやろ。これもうマス。俺プロテクションだってそこに一番強力なやつ一個入れてたもん。潰されてるやん。そう、だから死に来てんねんて。そっちはどう？こっちは大丈夫。2つ強力なやつ入れてるから一個も開けられてない。アンロック、うん、アンロック記念やって書いてるからロックを外したってことやと思うから。うん。でも外したのに1個残ってるやろ。うん。外したけど出て、うん、外したぞっていうのを教えるだけ教えに来て外からもう1個だけつけたんかな。そんなことする？俺はいつでも取りに来れるぞみたいな。見てたって。え？サクさんが扉見たとき完全に鍵はなかったって。あ、それでつけたん。あ、やば。中入っているやん、じゃあ。開けて。やば。いや、さらに、ま、なんていう、中にもう一個。メイがわざと開けたのかと思って、そのままにしてたんですが、拠点の前で銃撃ってきた人が いたんですけど、って。近接で殴って殺したらロックピック たくさん持ってたらしい。知らんかったんや。そいつ近接で叩いたら死ぬの。そうか、そういうあそこのところやったら撃ち殺されへんから普通に空きに来れると思って来たんやな。うん。危な。え、でもさ、金鍵とかもそのプロテクションとか全部乗り越えて開けるの強ない？いや強い。金鍵3つと多分一番強力なロックプロテクション1個つけとったやろ。ちゃ一番強力なロックプロテクションと2番目に強力なやつをつけとって、モモの方には。そうやな。それ2ついってるはずね。完全になくなってるってこと。でサクさんが金鍵と今ついてる一番、うん、あの弱いロックプロテクションつけてんやろ。うん。逆に俺のとことか空いてないのを考えると、それで尽きたんや。全部に他にも影ついてるから。うん。物資が。トラップ設置しまくっとかなかも。危ないよ。うん、
いや相当やばいと思うで。なあ。あ、そういうことか。セーフゾーンやったから手痛まへんのか。6分。あ、そういうことや。それで。そうや。セーフゾーンやったから手痛まへんから開けたんや。なるほどな。こんなんもう大丈夫。セーフゾーン外れたもん。うん。やばいやつがおるもんやな。うん。いやだって金鍵だけ3個ぐらいと開けれるもん。こんなん俺でも開ける。でもただロックプロテクションの あれがあったら手から血出るからもう絶対開けるようになるから怪我を負うから。サックさん近接で殺したの強いな。殺してんな。いや情報共有しといてよかったな。セーフゾーンでも。いやよかった、聞いてよかった。近接は殺せるっていう。車とかも全部破壊していかへんかったってことはただ単にほんまに開けていたってこと。ただ単に開けたかったんじゃないの。俺の方はでも俺の方はこれロックピックついてるもんな。これやそいつの武器。一個も武器じゃない所持品。ギフトフォーユー。これはサクさんが名前つけてね。あの返そうと思ったらしい、その人にも。なんで。え、なんかあ殺しちゃったしみたいな感じじゃん。女キャラやけどアンダーシャツサービスパック1ついてるアンダーシャツやから結構やり込んでるやつちゃうか。どれアンダーシャツ。これスカムの女用のスカムの T シャツ着てる。あ、ほんまや。でスクリュードライバーとこのロックピックと大量に持っとる。死んでもいい装備で明けにだけ着てんなこれ。うん、してんねんけどめっちゃそれでも少ないのに頑張ってる。めっちゃおんぞ。エクエクエク。あかんて。クラウンやろ。うん、クラウン。キノコ見たことない。キノコ落ちた落ちた。すぐそこや。しゅんちゃん行こう。何が落ちた。ポットポット。すぐそこ、ほんますぐそこ後ろ。え、今落ちた。今落ちた。まだほんの落ちてない。2分、1分か2分ぐらいかかるか落ちるもんで。今落ちてきてんねん。あ、そうだ。なあなあこれ。やばい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 。何お前一人だけ脱出しようとして怖いってそんなんしたら。なんか知らんけどバリスビル落ちていたぞ。でもこの先らへんじゃん、この辺じゃん、うん。あった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 。なあこれゾンビおる。でも医療バンカーにおる。医療の服着てんでこいつ。そう、あれやバンカーの周りにいっぱいゾンビ湧くタイプのやつかもしれん。バンカーちゃんあのポットの周りに。ポットの周りに。あ、ほらめっちゃゾンビおるわ。これなるとな。あれやで、だるいで。どこにあんのポット。どこにあんのポット。爆弾がな、おるときもあるから。ちょっとどっか離れて止めなかん。ないで、ポット。どこにあんの？ポット、ここ。こっち。うつも。うん。爆弾おる。どこ？声聞こえた。おらんくない。爆弾おるよ、向こうに。気をつけろ。向こう。うわ、殺された、やばい。え、誰。あ、殺された。あかん、3。めっちゃ喋ってる。誰。めっちゃ喋ってる。へい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 とか言ってんねんけど、日本人が。日本人。うん。どこにおる。ポットの上。まだ撃ってるよ。一人だけ？ゾンビやろ。一人？いや、マイクつけてますよ、俺とか言って喋っとったから、多分他にもおる。いかんほうがいいじゃん。どうしよう、どうしたらいい？セクター復活積んで。うん。え、これ、行くで、そっもう殺しに行くで。え、行けんの一人で。何おるか知らんで。行けるやろ。とりあえず見に行くわ。
おらん、岩とかの方に隠れてると思う。ま、うん、あ、車の音した。逃げた？車エンジンつける音した。進んでどっか行ったん？行ったんちゃう。ピックアップかなんかの音だった。え、進んだ音したん？進んだ音はしない。エンジンつく音したけど。エンジンつく音聞こえるんやったら進んだ音も絶対聞こえるから。聞こえてないんやったら進んでない。やばいやばい、ロボット来た。一人前に来たら、うん、そいつがモモのこと殺したやつやから、うん、そいつだけでもいいから殺してお願い。エンジンつけた車。そうか、逃げた。え、逃げた？逃げた。